こんばんは。ここは日本鉄道発祥の地、新橋駅です。新橋はね、サラリーマンの聖地と言われていて、これなんで言われてるかわかんないんですけど、で例によって僕は東京旅行のね最中でして、ホテルがないので、今日はねこの新橋にたくさんあると言われているレンタルルームというところに宿泊してみようと思います。今日泊まりたいのはこちらですね。レンタルルームプレジャーっていう、なんかいかにもちょっと怪しそうなんですけれども、このサービスタイムっていうのがあって、9時半から10時1名4000円からね泊まれるんで、まあ快活クラブよりはちょっと高いですけれども、個室でねシャワーもね備えてあるということで、その点はね快活クラブ共用なんですけれども、ここはね自分の部屋にシャワーがある、これはありがたいですよね。はい、チェックインしてきました。あ、すみません、このカフェは僕が買ってきたものなんですけど、これがお部屋です。ちょっとこの入り口から再現するとこんな感じですね。はい、これがレンタルルームなんですよ。ここにシャワーがあって、なんか知らんけどコスプレなんか別に一人で泊まる分にはって感じなんですけど、なんか2名で休憩とかもなんかできるらしいです。まあ、という茶番を置いておいてですね、まあ、ここはなんかあれかな、なんか条例によって新橋にラブホテルが作れないらしいんですよ。それで生まれたなんか偽ラブホテルみたいな感じで、レンタルルームというね名前を売り出して、まあラブホテルみたいに活用してくださいみたいなことなんですね。だから本当にね、なんかホテルがもっちゃくちゃ小さくなったみたいな感じで、シャワーがあったりとか、なんかちょっといかがわしいポスターなんかがあるわけですけれども、まあまあ普通にね一人で泊まる分には何の問題もなく、ただちょっとまあこの無機質なマットなんですけれども、まあタオルとかあるしね、なんとかなるんじゃない。今日はここでね一泊4000円でした。すいません、まずちょっと部屋紹介する前にご飯食べます。このカレーはねファミマのカレーなんですけれども、グルメ系 TikToker の橋田さんって皆さんご存知ですかね。橋田っていう人がねこのカレーをねおすすめしたんですよ。美味しいらしいんですよ。レンタルルームのわけのわからんマットでいただきます。うまい。まあ、カレーがまずいわけないんですけど、一口食べてまず甘い、甘口と思ったら、その後にアホみたいな辛さじゃなくて、なんか賢い辛さ、つまりスパイス的な感じの辛さですけど、これが後を追ってくる。あ、これ確かに美味しいわ。でコンビニ弁当ではまあ珍しい300円ぐらいのね、買いました。福神漬けみたいなのもついてて、漬物もついてて嬉しい。うん、今日は朝マック食べて、それから草津温泉にバスで6時間かけて行って、で向こうでは何もね、まあ、まんじゅう食べたけど2時間滞在して、そのまままた5時間ぐらいかけてバスで東京に帰ってきて、でこのカレーですから、まあ、それは美味しいね。バフはかかってるんですけど、うん、やっぱね僕カレーだと思います。人々を救うのはこれがあればね、多分どんな紛争もなくなると思いますよ。だね、ルーが入ってるだけかなと思ったら、ちゃんとなんか牛すじみたいな、牛肉もちゃんとねお肉も入ってて、美味しいです。食べ応えあります。で僕自分の家ではね毎晩ヨーグルトを食べてるんですけど、この旅行中食べれてなかったんで、ブルガリアヨーグルト、ブルーベリーね、目にいいのでこれ買ってきました。一人で食べるにはちょっと多いぐらいのね贅沢さがポイントです。うん、うん、じゃあこぼさないように食べないと。まだ今のところこぼしてないですけど、あ、美味しい。やっぱカレーでね、辛いのを食べた後のヨーグルトなんで、より一層美味しいです。汗かきすぎてこの T シャツずっと着てるんですけど、なんかもう塩、僕の汗がねついてます。ちょっと黒 T なんですけど白くなってます。そろそろ変えないと、さすがにもう一周を放ってると思うんで、ちょっと自分でによってるんですけど大丈夫です。自分、うん、僕まあまあその嗅覚いい方だと思うんですけど、一応ねなんかスプレーみたいなの持ってきてるんで、それでね匂いはなんとかしてるんですけど、もうさすがに明日古着屋でなんか買おうかなっていう感じで、特に明日ね予定ないんで、チェックアウトが10時なんですけど、ゆっくりね、できるのもありがたい。ということでご飯も食べ終えたんで見ていこうかな。お部屋のことホテルレビューですよ。まず雪解け水、水ですか。水ついたのありがたい。昨日の個室ビデオではついてなかったから。またこの水、岐阜と、あ、高山ですか。僕行ったことありますね、高山。めっちゃ良かったです。これ、ここは何ですか。これなんだ、よくわからないんですが、なんかボトルです。で、椿、まあ、これおそらく椿じゃないでしょうね、これ。うん、中身は違うと思いますけど、多分シャンプーとコンディショナーってことですね。あ、じゃあこれボディーソープか。でもこっちにあったんですよね。あ、さっきちょっと手洗ったんですけど、これシャワーがついてて、なぜかこのね電気つかないですけど、あ、これありがたい。歯ブラシもついてるから、嬉しいですね。嬉しいです。嬉しいポイントで、これねシャンプーとかボディーソープとかあるっちゃうんですけど、でティニーですか、ティニーっていうの
謎のドライヤーもあります。嬉しい。でこれは、あ、これはカミソリ、ヒゲ剃りか。でこれはこれ何ですか。シェービングクリーム、あ、なるほど。これと、紙クリームとシェービングクリームなんで、これと一緒に使うってことですね。で、コスプレもちょっと一応見とくか。何があるかな。婦人警官。1500円もすんの？なんかドンキホーテとかにも売ってますよね、こういうの。チアガール。全部1500円ね。一律1500円なんで、多分、いちいちレンタル1500円ってそれぞれにやらなくていいんじゃないかというふうに思うんですけど。iPhone 充電器も。あ、そうですか。あ、これか。あ、ここにつきました。なるほど、すいません。ここでついたということでした。で、この辺のちょっとなんか、謎のおやつを出ていきたいと思います。すいません、どかしまして。まずこれはちょっと、すいません、いかがわしいんですけど、あ、なんかこういうチャンネルがあるんですね。レインボーチャンネル。ということで、うわぁ、なんだこれ。なんか、折れてるんですけど、パチスローですか？興味ないですね。じゃあ、その、レインボーチャンネルを開けたのにパチスロー開けんかいとかね。レインボーチャンネルに興味あるんかってことなんですけど、まあ、これはね、開けるのめんどくさいっていうのと、言い訳させてもらうと、本当にパチンコに関してはマジで興味ないんですね。で、精力剤、店長、激戦って、店長も使ってるんですかね。アルコールもあるんですね。無料貸し出し中なのが、折りたたみテーブル、加湿器。あ、これなんか食事の時に使ったらいい。フロントに書いてありましたね。加湿器。加湿器ってこれじゃないの？これ空気清浄機か。なるほどね。あ、まあ、マッサージだ。まずか。ゆるか、エカポットもあると。でした。はい。なんか貸し出し、本当にこれ、あれですね。行ったことないですけど、ラブホテルみたいですね。うん。行ったことないよ。行ったことないんだけど。無料貸し出し。すいません、僕の足が見えた。うん。こういうのもあります。DVD デッキとか、携帯充電器。Fire TV Stick すごいね。これは YouTube 見れるやつだよね。で、冷蔵庫とかはないですね、この部屋は。うん。精力剤とかコスチュームとか、これはね、料金フロントにご確認って感じですけど、まあ、さっき1500円だったけどね。うん。ローター。これ何すかミニバイブ。ローション。電マ。電マってあれですよ。電気マッサージ、電動マッサージ機ですよね。でも、マッサージ機とか、あれやね、これに、ね。こっちじゃないの、どっちかって言ったら。こっちにはお金がかからないね。で、だから外の廊下の人の声とかも全然聞こえるんで、多分僕の声も聞こえてると思うんですけど、まあ、なるべく静かにね、喋りたいと思います。まあ、こういうなんか、マッサージ。これは何すかね。これどういうマッサージなんですかね。よくわかんないですけど、こういうマッサージがあります。ホコリっぽいですね。まあ、誰も見ないですよね、こんなの。はい。元に戻しておきましょう。これは何やろ。なんか、匂いのやつか。もし、つきできないやつでしょ。暗かったね、これさっきつけたんですけど、これなんか卓上の、あんま効果ないか、これ。卓上のこういう電気のやつもあります。で、このムーディーライトスイッチってあるんですけど、これ消したら、ムーディーになるんですかね。ムーディーになったんかな、これ。ただ単に明かりが消えただけな感じがしますけど。で、これは多分フロントに繋がるやつなんで、撮ったらまずいと思います。じゃあ一応このレインボーチャンネルというのは一応チェックしますか？一応ね、なんかつかへんかったなんかあれやし。あ、日本海軍っていう、日本のね、戦争のことやってますけど、アナログの、なんチャンネルって、青筋、やばいな、やばいな。あと、あそこですね、映りましたね、ちゃんと。なんか、危うく危なかったですけど、あれはまあギリセーフでしょう。さっきちょっとぐちゃっとしちゃったんですけど、バスタオルと、それから毛布も紐やるね。だから、下に引いて上に被るとかもできるし、下に2枚引いてもいいし、上に2枚被ってもいいってことですね。で、これは、これバスタオル？バスタオルめっちゃあるやん。じゃあこれもまた毛布とかにも使えるのか。あ、めっちゃあるのは多分ね、多分2名とかで来るからなんですよね。これなんですかね。4人家族で来たらいいよ、みたいなことですかね。4人家族で来ないってこともまたやばいと思いますけど。日頃の研究の成果からですね、絶対に寒いってことが分かってるんで、朝起きたら。だからもう下にバスタオルを敷き詰めまして、でね、毛布を2枚被って寝たいと思います。そして、例によってパンツと。で、今回はね、毛布被って寝るんで、T シャツも洗いました。で、ここにバスタオルっていうか、まあタオルですね。大きめのタオルを、洗ってしております。洗うって言っても水洗いなんですけどね。で、枕の中、クッションの中、よくわからん。これはちょっと寝にくそうなんで、このまま寝たいと思います。なんかムーディーライトスイッチがこの辺にあって、これを、おし、おやすみなさい。起きました。おはようございます。というわけで、レンタルルームプレジャー、チェックアウトしてきました。ここに書いてありましたね。プチラブホテルということで。寒かったりとか、まあなんなりするんですけれども、寝れたら大丈夫っていう方はですね、新橋から駅に近いところにありますので、便利なんじゃないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。